結構軽いのかもしれないね。男の感じで。ああ。うん。なんか確かになんか。やっちゃおうみたいな。いいよ、やろうやろうって感じでやれそう。ああ、確かに青い、ちょっとこう、外国のノリが。うん。なんか付き合うよりもまずセックスみたいな。そう。感じするね。淡々として、そう、うん。うん。ね。セックス先派だね。先じゃない、うん、完全に。妄想ね。妄想。妄想。妄想だからいいのよね、セックス先派。セックス先派女優だね。これそんなじゃない木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ではこのコーナー行きましょう。君の名は。なんかそれっぽい名前を紹介していくコーナーです。うん、はい、じゃあ行きますね。ラジオネームキリンパ。オレンジレンジの人と親戚なんだよねをいっぱい言う10人の野球部で補欠のやつっぽい名前。うん。米山渡るくん。うん、こういうの多いね、なんかね。ね、ラジオネームうすしお。宿題を忘れた際、毎回のように、やったんですけど家に忘れました、と言い訳するやつっぽい名前。岸田幸也くん。やったんですけど家に忘れましたってよく言ってたな。矢作健くん、矢作健くんよく言ってた。矢作弘明くんも言ってたよ、それ。言ってたよ。言ったね。うん。玄関に、玄関まで持ってきたんですよ。で、靴履いた時にそこ置いてきちゃったんですよ。うん。結構言ってたな、確かに。ラジオネーム、拓よしろ。公園の鳩にいつも天かすを巻いている天ぷら屋のせがれっぽい少年の名前。うん。京太郎ちゃん。渋い名前つけるね。太郎ってね、ちょっと和食屋さんっぽい、うん。古舘一郎さんあたりが使えば誰も疑わない。でも本当にはないことわざっぽい言葉。うん。四つ肘を返す。かっこいい。はあ。ありそう。四つ肘を返す。そうね。まあ、ラジオネームこれ0回目の卒業式って言ってないね、俺。うん。ラジオネーム、キャプテンジャポニカ。キリン川島が書いたっぽい本のタイトル。うん。7回3失点。ああ。ちょっといいよ。これはなんかいいよね。いいとこついてる。いいとこついてんのよ、これ。7回3失点。ゼロじゃない。7回3失点。なんか川島君といや、合格のような。壊さないですね、試合。ねえ。壊さない。壊さないよ。やっぱその、この間言った 75%? ね。卒なく何でもこなすっていう。っていうのと、ぐらいだよね。素晴らしいタイトルだ、これ。いやー、素晴らしい。これはいいよ。それは、今日の一番をあげたいね。あげたいね。君の名は大将をあげたいね、今日の。うん。ラジオネーム、ボールに一杯のポテトサラダ。フランス語で、コケコッコを表すっぽい擬音。うん、ケリクッタデヌーボ。デヌーボって。あ、いいね、最後ね。デヌーボ。ーボうん、ケリクッタデヌーボ。かっこいいね、うん。ラジオネーム岡田。三浦淳さんが最近集めてるっぽいアイテム。うん、あ、分度器。あ、これはわかる。なんかいろんなのあるんだろうな。本当に何年かに一回本当にブームを作る人だからね。分度器ブーム、分度器ブームとか。分度器ブームもいいよね。今やってるなんだっけな。うん、結構いろんな仕掛けてんじゃん。全然あの人はあの性格じゃ仕掛けないから、うん、誰も知らないんだよね。だってゆるキャラって言葉を考えたって誰も知らないでしょ。そうなんだよね。あの人だもんね。あの人が最初だから、うん、あ、思い出した。うん、嫌げ、うん。あ、はいはいはい。嫌なお土産。はい。いやー、もらったら、嫌げだよね。もらったら嫌なお土産。そう。嫌げ。らしいね。あの人が考えたってね。確かわかる。みんな結構、嫌な土産買うもんね。買うね。で、先であんまない時って。ないね。うん。
ラジオネームキャプテンジャポニカ。あれ俺だっけ次。そうよ。違うね。ラジオネームキャプテンジャポニカ。ロックミ軍団の一員が文化祭でバンドを組んだ時のメンバー紹介っぽいやりとり。うん。じゃあここでメンバー紹介したいと思います。まずは私、ボーカルのマキです。うん、ちょっと、ちょっと、拍手とか恥ずかしいからやめて。次はドラム、みんな大好き、ちゃんひろ。こんな顔だけど実はめっちゃ優しいからね。お次はベースの中根くん。いつも一人冷静だから助かります。最後にギターの、いやー、ギター紹介しなくていいか。かっこ笑い。嘘。ギターはケンスケでーす。みんなで拍手。この4人でやっててバンド名はさっき考えたんだけど、控え室にあったお菓子の名前から取って、ハッピーターンにしようと思います。では、次の曲聴いてください。あやかで、三日月。オリジナルないんだ。いいね、ハッピーターンとか名前つけそうだもんね。いいよ。いい。ラジオネーム、食いしん坊や。矢作健のモノマネのクオリティが低すぎる、うん、キサラの芸人っぽい名前。キサラ。ヤサギ剣。サギね。あ、ヤサギね。ヤサギ。ヤサギ剣ね。ヤサギで。ヤサギ。はがきできた。はがきできましたよ、これ。すごいね。すごくない？ね、かっこいいよ、今。の話したもんね。ねえ、この曲来るって偉いよ。これもいいよね。うん。ラジオネーム、たるき本願寺の子。メガネビーキ放送開始から月日は流れ、小木さんはナホとの結婚を経て、ついにマナ娘、マールが誕生した。うん。ちょうどその時、世界の裏側で起きていたっぽいこと。犬は自分の尻尾を追いかけぐるぐる回る。今日も元気にワンワン吠える。ある朝犬は、どうして僕は尻尾を追いかけるんだろう。どうして理由もないのに吠えるんだろう。と何かに気づきハッとする。その晩犬は犬のくせに背中のチャックを下ろし犬の着ぐるみを脱ぎ捨てた。それ以来犬の声を聞いた者はいない。かっこいい。かっこいい。毎回かっこいいです、最後に。そうですね。こんな感じのね、はい。それっぽい名前。思いついたら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066、うん。TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ、君の名はのかかり。メールの場合は、メガネアットマーク、tbs.co.jp です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。急に、なんだよ急に。トールさんが、あ、確かにね、うん、あ、いい男なんだよ、やっぱり。やっぱそうだ。そう、トールさんってね、あの、ヒゲちゃんの後にからやってるディレクター、うちのね、渡辺トールさんにの、はい、うん。だからトールちゃんって、トールちゃん、うん、トールさんの、これ渡辺ちゃんって、渡辺ちゃんさんのことトールちゃんって言わねえから。トールさんね。トールさんって言ってるね、うん、このディレクター、トールさん。うん。竹中直人さんに昔、若い頃のディレクター、ディカプリオ？ディカプリオ。似てるって言われたって言ってみたら、確かに似てる。意外にいい男なんかな。いや、意外にっていうか、いや、いいよ。だって、モテるじゃん、実際に。そういうほら。そうか。居酒屋行ったりとか。うん。そうなんだよ。変だよ。そうか。へぇー。そういう意味ではそうです。うん。ラジオネーム、ポーテ。小木さん、矢木さん、パイパンスイーツさん、こんばんは。うん、第1回の妄想総選挙に名前出演した、手島さんが。うん。聞いた時に限ってこの企画かーいと。早速、来月の第3回妄想総選挙に向けてアピールしてましたよ。へぇー、聞いてんだ。なんで手島って聞いてんの？あいつなんだよ。だラジオとか聞くタイプの。いや、そうよ。人間なのかなと思うんだけど。見た感じは全然かけ離れてるよね。ラジオ聞く感じじゃないんだよな。でも、かといって、うん、夜中にさ、いろんな、まあ、例えば六本木とかさ、うん、なところで飲み歩いてるかってさ、そういう感じもしないじゃん。ちょっと、内面ぐらいスペクソガールだから、ああいう感じでグラビアでおっぱいも大きくて派手な感じに見えるけど、実際家で、体育図